フットボールリーグ2006から2007シーズンは、イングランドフットボールリーグの109回目のシーズンである。フットボールリーグチャンピオンシップは、サンダーランド、フットボールリーグ1は、スカンソープユナイテッド、フットボールリーグ2は、ウォルソールが優勝した。1部リーグ、2部リーグ、3部リーグへの昇格プレイオフの決勝の舞台は、従来9ウェンブリースタジアムで行われてきたが、 建物の老朽化による建て替え工事を実施するために9 9 9から2000シーズンをもって一旦終了し2000から01シーズンから2005から06シーズンまでカーディフのミレニアムスタジアムに舞台を移して行われていた2007年3月10日に新しいウェンブリースタジアムの工事が完了し本シーズンより再びウェンブリーの地にて プレイオフの決勝が開催されることとなった。フットボールカンファレンス2005から06のチャンピオンのアクリントン・スタンリーとフットボールカンファレンスプレイオフの勝者のヘレフォード・ユナイテッドがフットボールリーグ2に昇格してフットボールリーグに参戦した。アクリントン・スタンリーは初参戦。ヘレフォード・ユナイテッドは1996から97シーズン以来10期ぶりの参戦。 同シーズンの FA プレミアリーグについては、FA プレミアリーグ2006から07を参照のこと。バーミンガム・カーディフ・シティ・コールチェスター・カブンド・ツリー、ダービー・ハル・イップスウィッチ、レスター・ルートン・タウン・ノーリッチ・プリマス、アーガイル・サウサンプトン・サウスンド、ユー・サンダーランド・ WBA、ウルバー・ハンプトン・フットボール・リーグ2006-07のクラブ本拠地。 クリスタルパレス QPR フットボールリーグ2006-07のクラブ本拠地、バーンズリー・バーンリー・プレストン・リーズ・ユー・シェフィールド、W ・ストークフットボールリーグ2006-07のクラブ本拠地3位のダービー・カウンティが、フットボールリーグチャンピオンシップの3位から6位のチーム間で争われるチャンピオンシッププレイオフを勝ち抜き、プレミアリーグ2007から08の昇格を決めた。 各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。ボーンマス・ブラッドフォード・ブライトンホーブ・ブリストル、シーカー・ライル・ユトド・チェルナム、ギリングハム・ノーザンプトン・ノッティンガム・フォレスト・スコーン・ソープ、スウォンジー・ヨビル・タウン・フットボール・リーグ2006-07のクラブ本拠地。 ブレントフォード・レイトン・オリエント・ミル・オール・フットボール・リーグ2006-07のクラブ本拠地ブラックプール・チェスタ・フィールド、クルー・アレクサンドラ・ドンカスター・アール・ハダース・フィールド、オルダム・ポート・ベール・ローザーム・トラン・ミール・フットボール・リーグ2006-07のクラブ本拠地3位のブラックプールが、フットボール・リーグ1の3位から6位のチーム間で、争われるリーグ1プレーオフを勝ち抜き、フットボール・リーグ2007から08フットボール・リーグ、 チャンピオンシップへの昇格を決めた。各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。アクリントン、スタンリー・ボストン・ユーブリストのアール・ダー・リントン、グリムズビー・タウン・ハートルプル・ヘレフォード・ユトド、リンカーン・シティ・ミルトン・キーンズ・ノッツ・カウンティー・ピーター・バラ、シュルーズベリー・スウィンデントー・キー・ウォルソル・ウィカム。 フットボールリーグ2006-07のクラブ本拠地、バーネットフットボールリーグ2006-07のクラブ、本拠地ベリーチェスターマクレスフィールドマンスフィールド、ラチデールストックポートレックスムフットボールリーグ2006-07のクラブ本拠地6位のブリストルローバーズが、フットボールリーグ2の4位から7位のチーム間で、争われるリーグにプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ2007から08フットボールリーグ、 一への昇格を決めた。各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が青ーラン、敗戦が赤ラン、引き分けがコーラン。ありがとうございます。